はい、えー。皆さんこんばんは、えー。今日12月15日の木曜日、えー、です、えー。今日も一眼動画についてのトーク、えー、今日はね、85回目でお届けしたいと思います。はい。えー、まずはですね、えー、今日はね、3名いらっしゃいます。 私含めて三名ですね。まず一人目は、いつもね、来ていただいてる。まあ、あの、走る直線定規こと。宮下さんにお越しいただきました、こんばんは。あこんばんは。お越しいただきましたって、もう毎日来ていただいてるね。はい。はい。山はどうも。今日もね、熱血でよろしくお願いします。はい。あの、妄想ありで結構なんでね。妄想ありで。はい。はい。もう、すごい持ち味になってますんでね。はそうですか。よろしくお願いします。はい。はい、そしてね。 え今日はねちょっとスペシャルゲストと言いますかえ10月頃にねえ出ていただいてえパナソニックの GH5 と α6500 のねえ話をさせていただきましたえスタジオマンジロのえーマンジロさんにお越しいただきましたマンジロさんこんばんはこんばんはよろしくお願いしますこちらこそよろしくお願いします結局ねえ前回あのトークで α6500 と、はい、GH5 ですかねはいお互いに買わなかったですよね買わなかったで, <laughs> で代わりに まあ、今日のテーマであるジンバルをね、購入されたと。いや、私もね、自分でもね、驚いてるぐらいです。まあ、このね、一時間トークに影響されたと言ってもいいぐらいですね。あ、本当ですか。そう、ありがとうございます。でも、楽しそうにやってるもんですからね。ああ、なるほど。やっぱ、自分もやってみたいという風にね、思っちゃいますね。なるほど、よかった、よかった。ね、宮下さん。はい、良かったです。毎晩やってた甲斐がありましたね。ああ、もう、ありますね。 でしかもね今回万丈さんが買われたジンバルっていうのが宮下さんと同じジアンクレーンああそうですねですよねお仲間じゃないですかすっ嬉しいジアンクレーン2人に私パイロットフライで3名でジンバルの話をしていきたいと思います はいまああのね、いつも宮下さんの、ね、ジンバルの話を聞いてるんで、はい、今日は万次郎さんから見たジンバルを買ったまあ経緯、はいうん、で、まあ、あの使用してどうかとか、ね、その辺りをちょっと聞いていこうかなと思ってます万次郎さん、まあ、ちょっと宮下さんにも、ねえーはい、じっくり聞いていただいて万次郎さん、まずその経緯っていうのはどんなところからこうあれですか、ね、購入されているのか、ね、え えー、この「一眼トーク」を聞いててねまあそれがきっかけではあるんですけども、えー、その背景にはね、えーあのー、三脚ででで私は撮るわけすすよねそうですよねそうん、で最近ね、えー、いろんなところ三脚持ち込んでね「はい、すいません三脚こうダメなんですよ」とか言われちゃうんですよ <laughs>、はい。<laughs> なるほどトークでもおっしゃってましたねオールドレンズトークでもね。いで三脚使えないなっていう感じでね三脚をもう抱えてね撮ってるわけですよ。俺ならジンバル持ってた方がいいなと思ってねなるほど三脚からねジンバルで同じような映像が撮れれば。 これはもうかなりこうフリーアングルでね、うん、いろんな角度から撮れるなっていうのは、ね、あーそこですね。うねそうですそうです。あーなるほどなるほど。ね、ねうん、宮下さん、はい。あのいわゆる三脚ショットってやつですか、宮下さんという、いそうそうそう三脚ショット。ね<え>、はい、そうなあそこからまあ始まったと。はい。はい、あーでえー、っとまあ購入されたのがいつ頃でしたっけ？まだ一ヶ月っ。 二週間ぐらいですよ。そんなもんですか。そうですそうです。ああ、じゃあ全然ですね。だから立ち上げの時にね、いろいろ苦労しちゃって、その時に宮下さんに随分助けていただいたんですよ。いやもう本当に。そうなんだ。そうですね本当に。わからないことでツイッターでずんズンどんどん質問してうん。全部答えてくれたんです。いやいや本当に全然そんな。あそうだったんですか。 そうです。なるほど。あの、立ち上げで、何がつまずいたんですか。まずね、A. P. P. ソフト、スマホにね。それが入らないんですよ。うん。うん。そう、アンドロイド。リンクされないってことですね。なんで。そうそう。その、ちょうどね、説明書に書いてあるサイトから、取れなかったんですよね。ああ。そうそう。僕も、あの、見てみたら。うん。アンドロイドをリンクしてなかったですね。そうなの。おかしいです。そそううそうそう。うん。 <で>うん、Google Play からね、はい、同じのがあったもんですから、はい、まあそこから落としたんですけど、ええ、今度それがね動かないんですよ。ええ、うでまあそれは多分ねインストールの仕方が悪くて、ええ、再インストールしたら動くようになったんですけどね。最初のセットアップができてないとそこがまあスマホと連携取れてないとちゃんと立ち上がらないってことですか。 ジャンクレーンってねやっぱりスマホがないとねスマホありきなんですねもう半減しちゃうんです機能が機能が半減そうですもうスマホでコントロールするようになってるんですどああなるほど必要ですねそうですよねうんそうかじゃあスマホ持ってない人はちょっとしんどいというかねしんどいです いろいろ制限されますよね。ですね。すごい限定されますね。そうそう。最近のね、あのこの一眼トークで、あのキャリブレーションとをやってたじゃないですか。あのジアンクレームちょっとずつ傾いていくんですよね。ああ、そうそれがね、スマホがあればちょちょってすぐ直っちゃうんですよ。おお、具体的にはどんなことするんですか。あま角度のね、一度二度三度。 あのマイナス一度二度水平の傾きでそうそうそうあれ便利なんですあれ便利ですよね便利ですよねすごい多分そういう仕様なのかもしれないですほらあの温度とかあのその気候きあの気温によってちょっと変わっじゃないですかやっぱりだからそこで微調整っていう機能があのスマホの方で調整

即日ですかねいやいやあの二三日経ってから外でもう一度買った時はねちょうど雨が降ってたのかな行きたくても行けなくて家でこうやってたんですかねそうそうそうどうでした最初にねその室内で立ち上げてまあこう歩くなりこういろいろやったでしょやりましたはいどんな感じでしたいやまああのいつもねこの YouTube でこのレビューを見てますのであはい その通りに動く。ぬるっとした感じでね。そうそう、ロボットみたいでね。不思議な動き。し不思議な。本当に不思議な動きですよね。はいはいはい。うん、なるほど。やっぱりあれですか。無音ですか。無音ですね。やっぱそんな。全然音しない。ですよね。すごいですね。すごい、すごい。立ち上げの時も音がしないと。しないですね。そう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 。そこがすごいですよね。 すすごいですねまああのジアンクレーのねあのかなり売りの部分ですよねそこはね。ああ<ー>ほそうですね。 音って意外とあのこう映像にするときに気になるじゃないですか。そうですね。うん。でそれでその別撮りだとかね、マイクをまたあのつける、あんな面倒くさいことはね、したくないですからね。なんか DJI Osmo とかなんかそれを思い出すんですけど、あれもね、あのうん、ファンの音があって、でいっぱいなんかつけてる人がいるじゃないですか。今ね。いやあの Osmo の意味がなくなっちゃうそうなんですよね。 そうそうそう。まああ,あ,あの時はね<う>画期的だったから知らないかなと思うんですけどね。うん、初めてたんですね。そうそうそう。うん。いやーそれはね魅力ありますよね。まだ僕も未体験なんですよね。その無音の立ち上がりっていうのはね。あ<ー>あ。そうでどんなカメラでも例えばあのコンデジとかでも乗るんじゃないですかね。ええそうそうそう,そうえー、っとえー、っと、ね、いくつでしたっけなんか。六百五十。 グラムぐらいからですから、あ、んまりちっちゃいコンデジだとで、私のじゃなかった。う六百でしたっけ。まあなんか下駄を履かせれば乗るは乗るって感じ。そうそうだから私もね、そのあのパナソニックの LX7 っていうね、まあコンデジを持ってるもんですから、それつけてみたんですよ。さらね、あの軽すぎてね。 プレートが後ろにこう出っ張ってますからそっちの重さの方が一番前出してもねバランス取れなかったですねだから少し前前の方にねちょっと重りがつくような形でなんかプレートかなんか載せないとねえっとね今見たら350から 1200g あなるほどだったらまあほんのちょっとこう。 ね、重さ稼げばできますよね。エーデックスセブンがね、二百七十ぐらいだったかな。もうほんのちょっとですよね。百グラムぐらいですね。の重りを。なんか追加して。やらないとダメですね。そうですね。でも、あの。なんとかね。長いレンズでもつくようになってるもんですから。意外と前にね、レンズが重くないとね。 うん、一番前にしても、ええ、あのバランス取れないんですよね。ああフロントヘビーに対応したようなもうそ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 う最初から、うん、そうですよね。うん、そううんそうか、ね、だから短い軽いレンズだと、はい、なんかバランスがあれですよ、ええ、あの重心が後ろにあるうそ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  あそういうことですね、うん、そうういうことをちゃんと考えて作られてるんですね逆に言うとねそうです、うん、一眼をっていうのをねちゃんとね、うん、そうです、うん、私もだからあの同時にね、ええ、あの小さい電動のズームを買ったんですよ、はい、でそれも本当に一番端っこの一番前でぴったり合うんですよね、ええ、おー、うんうん だからあの場所を覚えなくて済むもんでいいんですけど、ね、あ,なるほど、ね、あ軽いレンズだと本当そこで大丈夫ですもんねそうそうそう,うんパナソニック用の電動ズームですかそうですああやっぱりズームあると便利ですもんねいやあんまり関係ないですねそうですかズ,ズームズーム自体はね、うんあのー、コントロールケーブルで効かないんですよなぜか<あ><あ>っていうかですね<う>あのここ,ここポイントですよマキロンは <laughs>、ええ、コントロールケーブルお持ちなんで はいはいはいそうそうそうちなみに僕のはコントロールケーブルがあの G H f o と反対側にあの入り口があってコードが足りなかったんですよねそうだから使えないんですけどマンチロさんのはねコントロールケーブル使ってるんですごいいいですよこれ本人のちょっとね口からね今日聞きたいね今え使えないっていう風におっしゃってませんでしたいやあのズームだけがね はい、普通電動ズームだから、手元のスライドスイッチでズームができるはずなんですけども。ええ、これはソニーの電動ズームは、効くらしいんですよ。そう、<当>なんか、ソニーの嘘。そうそう、なんか、気になるんです。鬼よりなんですよね、本当に。<laughs> 僕が、なんか、買えみたいな感じじゃないですか。<laughs> <う><う>でも、まあ、その他のね、はい、あのー。レックボタン。うん、レックボタンとか、シャッターも切れるしね。そうん。はい、うん、あのー。 半押し状態っていうかねあのピピッとーあのオートフォーカスも聞かせられるもんですからはいはいはいまあそのほぼ手元でね全部できちゃう、ね、そうですねカメラ触らなくても、うん、そうですうんあそこはなんか魅力ですよね、うん、すごいいいですよそれねえ 次のパイロットフライもちょっと搭載してほしい機能ですね。いや、本当ですね。どんどんそういうふうになっていくんじゃないですかね。なっていくでしょうね。なるとこあの競争ですからね。うん、習っていくと思いますよ。はい。そうですか。で、まああの、万丈さんね、初日は室内で、で、まあ現場にね、今度出たわけですね。はい。どこに行かれたんですか私ののねね家近くに 結構巨大な公園があるんですよ私はもう死者はもうそこでいつもやってるんですけどね、えー、うんもうそこの職員さんもね、はい、また来たかみたいな目で見てますの森もあるしね、えー、公園そのいろんなアスレチックだとかでそんなもんもあるしね、はい、池も川も流れてるっていうねなるほど大きな公園なんですよね。えー、でそこでまあ歩き取りみたいな感じでされてましたんですよね。そうそうそう だからまああの最初にねやっぱりやってみたいのはこう歩いて撮りたいじゃないですか。そうですね。でまあ歩いて撮ったんですけども、はい。こんなもんかなっていう感じですよね。あのフォローモードでね、あのキョロ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 しちゃうんですよ。あなるほど。そうねま撮ってる時はいいですよねそれで。でもその実際にねあの編集するとね。 あんまりあの、うん、そのジンバルの、ええ、そのなんていうか動きの特徴を知らないもんですからキョロ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 したらその、はい、まあある意味ハンディカムでね、ええ あ、ちっりこっちとりやってるのと同じですから。あそういうことですね。うん、あんまり絵にならないですよね。<ー>うん。多分ですけどね、それは、うん、あのキョロキョロする、えー、フォローモードでね、えーうん、してしまうような映像っていうのは、えっ、ー、とね、多分あのフォローのスピード、フォローのスピードって通じますかね。わ、はい、かります。<ー>うん、セッティング。 いやっていうか手でくるっと回した時のああいうハンドリングをフォローっていうんですけどフォロースピードが速いのに対して何だろうなちょっとロボット的なねいわゆる急に動き出して急に止まるみたいなねそういう多分ねだから歩いてるとちょっとした手の手首の動きを拾ってしまってグッと。 ぐぐぐって感じで、ああそうですそうです。うん、きょろ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 って、うん。デフォルトだとね、そういう風なんですよ。うん、あそうなんですか、ねうん、そうだからね、<あ>まずは、えー、そのフォローのスピードを、うん、まあ半分なり三分の一なりにスピードをダウンさせて、うん。でなおかつ、えー、その動き出しの初速で最後の減速。 これなんて言うんでしたっけ宮下さん項目でありましたよねあありますあります名前ちょっとあれですけど今ねえっとそれ開いててでまあまあちょっと調べといてくださいでそれがね要はイーズインイーズアウトゆっくりと始まってゆっくりとこう終わるみたいなねそれで歩くとね多分フォローモードでも全然見れる感じのねキョロキョロじゃなくてね そうそうロボットじゃない感じのねえよっちゃんのはうまく取ってやるものですからね何の私が触らないのかなうん設定ですよはいねだからねフォローモードでもね全然あの滑らかな感じにこうゆっくり左向いてゆっくり右向いてって感じでうんあの設定できますわそうそうえっとね2項目のところをいじれば大丈夫ですそれうんああそうですかそうです まあその設定を変えながらね、どういう動きをするのか、まああの時間があるたびにねやってるんですね。そうですか。まあ角度とかね。うん、ですよ角度。うん。あのこうフォローし出すときまでの角度っていうのは、うん、デッドバンドですね。そうそうデッドバンドとかありましたね。デッドゾーン。コントロールデッドゾーン。 それがあのあまり狭いとね、ちょっと。拾っちゃうからね。拾っちゃいますからね。広めに取るとかね。そうですね。うん。まあ遊びを設けるってことですよね。ですね。そうそう、これは結構効いてきますよね。うん。まあそういうのをね、あのこう。あのこう。手の動きから、頭にイメージできるようにならないと。まあ。 凄いぜ、コントロールできないですよね。そうですよね。うん,うん。ああ<ー>。そうですね。なるほど。まあね、万丈さんも研究熱心だから。多分そのあたりは自宅で。ご自宅でいろいろやられてるんだな。い,いや、もう、本当に沼になっちゃいますよ。よ、うん、もう、こればっかやってますから。<ん><近>あ、本当に。<laughs> いや。いや、やっぱねー。あのー。 性格が出るというかね。いやいやいや、僕褒めてるんですよ。褒めてるんですよ。もう宮下さんはね。もう熱血派だからね。もうそんな調整とかも大っ嫌いだから、うもう手にした日からもう横浜バーっとこう。全力ダッシュでね。うんね。宮下さん、そうなんですよね。もうとにかく走る。とにかく走って。というまあタイプなんである意味。もう対局的なんでね。同じジンバルをこう持ちながらも。 性質的にはいやほんとジンバルのね海外のね映像なんか見るとねそういうアクション的なものがすごいですよねあにうんあのアスリートの中にね自分も入っちゃってね撮ってるようなやつねいやもうこれアスリートでなきゃ撮れないかなっていうぐらいのね大きいよねはいはい そういう映像はねまああの宮下さんに任して私はちょっと地味にねこのところねやっぱりこのジアンクレーンまあ扱いやすいっていうことでいろんな方が買われてるんですよね新しく映像をね上げられてきてる人が増えてきてるんですよちょうど私もそれを あのこうレビューなんかしてるもんですから、はい、あのコメントをいただいた,いただくわけですよね。質問で、まあ、まあ私も初めてですよということでね、うん、あのあちょっと増えてきたなっていう感じ<ー>、うん、でまたあのやっぱり取り方がねこの自販クレーンで始める方はね、ええ、その走りじゃないんですよねやっぱりね。 なんとなくね、フィックス風なんですよ。渋い感じの。渋い感じです。あ、まんじゅうさん好みのやつですね。そうそうそう。はい。うん。いやいやいや、僕も好みです。僕もすごい勉強になります。でも、宮下さんの好みではない。いやいやいや、憧れてますれ。じゅわっと。大人の映像ですね。やっぱりなんか、 映像のそのレギュラージンバルみたいなそういうのは大事だなと思いますね。そうでね宮下さんね今晩アップされた「ファイっていう映像これまあ宮下さんの概要欄に映像作例メインのチャンネルの方ですねこちらの方に今日アップされたんですよ。 でこれがねジアンクレーンをこれ興味持って聞いておられる方はちょっとぜひ見てもらいたいなと思うんですけどもあれジアンクレーン通ったんですよねそうですいわゆるその宮下さんが遠くでおっしゃってる三脚ショットとかっていうんか縦にネーミングしてるんですけどいわゆる三脚代わりに冒頭で万寿さんが言ってたようにね。 いやそんな三脚を普通の三脚をね観光地で「いやんな三脚やめてください」って言うからだからこう三脚をよいしょって持ち上げて撮るぐらいだったらジンバルで撮ったらいいじゃんみたいなねうんまずそういう撮り方なんですけどうんピタッと止まってうんでなおかつなんか最後トリッキーなショットみたいなのもこう入っててねぜひそそねそのえ最新作の「え o ワイってやつかな。 はい、なんでファイなのか、ちょっとよくわかんないですけど。<laughs> <laughs> いや、最後のショットはね。<laughs> あれ、なんかめまいショットじゃないですか。えー、あ、そう、そう、そう。業界で言うと、めまいショット。え、ズームしていんですか、あれ。いや、いや、してないですよ、あれ。え、だって、いや、めまいショットはズームしながら、あれ、よ、夜とか、弾くとかするんですよ。そう,そ,うそう、そうん、そう。たまたま、そのクレーンの上下運動しながら。ジョイスティックやると、ズームみたいに。 立ち上がりながらそれともこれね鏡ながらこれ鏡だ座りだったかな鏡ながら上に上げるか立ち上がりながら下に下げるかどっちかですよそうそうちょっと忘れちゃったけどそういうクレーンショット的にやりながらジョイスティックで被写体をずっと追いかけたんですようんなるほどちゃんとあのレクチャーできるようにしてくださいね どっちかやればでき一置背景がね違う動きしてるもんですから僕のいつもやってる縦旋回とはちょっと違うモーションだったからあれは僕がパッと見たとの多分万丈さんも思ってたと思うんですけどズームをしながら後ろを下ががるズームしなら後ろに下がったり前進しながらズームを引いてったりとかそういうことをするとヒッチコックのね 映画が出てくる風のね、そういうのはまあ映像効果が得られるんですけどそれ、それかなと思ったんですけど、うんなんか違うんですね、うん、ちょっとぐ偶然かもしれないですだから、こういうふうになったのだ、うん、から、ボタン間違えたんじゃないですか、間違えてあのデジタルズーム入っちゃったんじゃないですか。い, <laughs> <laughs> いや、そう、うん、入れたかったんですけどね、自分のは、ねはい、ケーブルがだめでね。あーそそそそうそっっかかうそう<あー> <laughs> うん まあまあ、最後取引してないわけですね。してないですね、あれ。で、あの、あの映像が撮れるんだよね。ちょっとなんか、あれはちょっと。再現できるようにしなきゃいけない。そうですね、ちょっと。うん、まちょっとまだ自分のものにしてないんで、これから頑張ってします。はい。うん、そう、途中でね、あの、まあ、お得意のね。皆さんお得意の走りの映像とかね。ああ、そういうのも入ってましたね。そう、これもジャンクエンならではなんですよ。ええ。うん。 あのー、要するにワイヤレスコントロールでー下からずーっとうそうそうそう固定し、うん、左手でワイヤレス持って、うんうん、右手は、ね、あのできるだけ力を抜いて走った、うんうん、やりやすかったですねやっぱりワイヤレスコントロールそうそうまあねなんかねあの撮る人によって例えば万次郎さんが撮ったら。 もうちょっとこう渋めのしっとりとした、で構図もすごくセンスが光るような。で光を選んでとかね、でボケを選んでとか。まあまああの、そういうのができるし。同じね、そのジアンクレーンのジンバルでも。いろいろ個性が出るから。そこが楽しいですよね、マジオさん。うん、本当に本当に。で絵が違います。よ同じ機械使ってね。そうなんですよ。そこがね、やっぱり。本当に面白いと思うところ。 うん、<laughs> 宮下さんもう「宮下ズワールド」がこうね出来上がってるからね半分ね <laughs> 今,日今,今日のやつはちょっとなんかおとなしめだったんですけどちゃんとねあの貯めてたんですよおとなしめのやつをまだでもちょっとその G8 と、えー、ダ・ヴィンチの関係が。

そのトーク中で、ねはい、一見あのトークだけかなと思いきや、はい、その中に、えーまあ、その公園で、ね、撮ったそのショットファーストライトのショットね。なので、まあ、初心者の方が初めてジンバルを起動してで公園とかで歩き撮りとかをするとこんな感じで撮れるんだよっていうのが。 すごくよくわかると思うんでそうですよね、うん、本当に初めての映像ですよねはいでこれもまあうんじゅうさんのねチャンネルのリンク貼っときますんでそのまあオールドレンズトークの、えー、ジアンクレーンって書いてるところの、はいあのー、記事を投稿をちょっと一遍見てもらってこんなもんかなっていうのをちょっとね、はい、ぜひ確認してみてくださいとちょっと言っておきます,すはいあれそういえば僕も本当勉強になりましたよ、うん、はいあのスローを使うっていう技 まあスローというかねハイスピードを使ってね実際にはスローにするんですけども 96fps ですかね。で 96fps だと1秒間に96枚撮るわけですからそれを 30p に直すわけですよねだからスローモーションになるんですけども。パン ゆっくりのパンをそそそうううちょあのスライドのね端の欄干なんか取ったにねあこれならいいなっていうねでもねそのスマホでそのパンのスピードって要はジョイスティックのねそうやってなんかコントロールできるんじゃないですかできますできますよパンはスローモーション使わなくてもゆっくり動かすはい でもあのどうしてもスライドねあのちょっと撮りたいじゃないですかあれがねやっぱり手でやっても波打つんですよねなるほどでそれをスローでやるとねその波がね目立たなくなっちゃうんですよでそれをねまあこれがいいかなとまあ音は撮れないんですよスローだとねうん撮れないんですけども映像だけならそれでできるとさしたらね あの最近そのこのジアンクレーンを買われた、ね、新しくそ,のそういう映像を出している方がね、はい、やっぱそう,いう同じことやってる人がいましたね<ー>、うん、えそのね波打つってどういうことですかいやだから手がちゃんと直線に動かないですよねあスライドって言っても言うのはスライダーのショットのことですかスライダーショットああはいはいはいこうシフトブレが起こるってことですね そうそう横に左からこうニューッとこう右にやっていくと多少ふわふわとねフラフラフラってなるんですなるんですねでそれがまあスローで撮るとねあの意外とそのまっすぐ行ってるように見えるんですスローでやるってことはその分早く動かすってことですねそうそうそう早く動かせるそあそこがポイントですよねポなるほど確かにねそれとねあのまああの一秒間に九十六枚撮ってるわけですからシャッタースピードもね 百とか百二十五使わなきゃいけないわけですよ。それ六十で取れないですね。はい。当然ね。ああはははは。ええ。そうするとね、やっぱりね、あの映像はね、カシッとなるんですよ。ああ、閉まる感じですか。閉まる閉まるです。ああ。そうですよね。うん。で、ああなんかあのここぞっていう時はね、そのこうここを見つめてるっていうような時はそのショットが

まあそこそこあれですよねスライダーショットだと反応が難しいっていうかそうですね。望遠ではちょっとまだ試してないんですけどぜひともね、まあ、これずっと宮下さんと話してることなんですけどね共通認識なんですけど、まあ、広角はやっぱりね手持ちの手扱いのスライダーはかなりもうあの前傾のシフトブレを拾ってしまうんで換算50以上ぐらいがね宮下さん。非常にこうね 手が多少ブラブラしてもちょっと遠明のものをこう狙うんで、うん、スライダーがこうそういうのもね、うん、やっぱりあのだんだん覚えてくるとね、ええうん、いろんなところで使えるようになってくると思うんですけどねそうですねジンバルってやっぱやれる幅がすごい広いから、うん、ほんとレンズもあれですよねいろんなその画角を求めて。 てるうん普通やっぱスライダーなんて普通できないじゃないですかうんそれをまあできちゃうんでそうですねうんうんいや本当にいろんなもう多彩なねそうそう多彩がゆえにレンズはんかその適正レンズを求めてくるみたいなそういうセッティングそうですねそれで あの最近ねそのよっちゃんの映像をね繰り返し見てるんですよ。ありがとうございます。過去のやつですかワンカットワンカットね特に一番最後のやつをね曇り空のねああはいはいはいありがとうございます。そうするとねスライダーショットもね斜めのやつが多いですよね。 人間の手って、ね、こう水平に動かすってなかなかできないですけど、えー、かえって斜めだとね、えー、意外とこうスムーズにねこれはあやっぱりよっちゃんうまいことやってるなと思ってねなるほど、えー、それはありますねうん。 うんまあ、斜めを、まあ、やっぱり入れないと横ばっかりだとなんか飽きるかなっていうのがあって斜めにしたいし新鮮な感じがしますよねはいもっとねあのスライド幅を、うん、も,うも,もっと要は自分の腕が長ければいいなって思うんですけどねうん、うん、途中でもう終わっちゃうからもうギリギリの端までいっちゃうから、うんうん、そう,そうですね、まあ あまりね欲を書かない方がいいと思いますよ。うんほんのちょっとのよっちゃんのねその斜めのスライドがねすごく生きてるんですよね。なるほど。なるほど。うんそうですか。いやそのカットがあるためにねすごくこう変化に飛んでるんですよね。あのその映像のこう並びがね。はい。だ本当そうですよねちょっと入れるだけで。そう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 。うん。 確かにねうん、いやほんとねだからねああいうスライダー的なゆっくりしたモーションの映像ってすごくね、うん、ジンバルっつったらすごいなんか動的なねこっちが動いてって感じじゃないですかなんかそういうのがねちょっとこう変わってきたかなっていうね、うん、奥深いんですよすよごく深い。深、うん、ねえ。 うん、まあ新しい機械ですからね、うん、これからどん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 開発されていくんですよ使い方もね,そうね使い方が開発されていくと思ううん、うんうん、そうですねほんとね一時前まではねあの宮下さん系がやっぱ多かったんですけどねね宮下さん、うん、あ熱血、はいはい、<laughs> 体育会系かちょっと分かんないですけどまあそこがなんかルーツみたいなところがやっぱあるからねそういうと,と,ところがなんかええー やりたくなっちゃうつけどね。それでしかできないっていうね。うんのがあったけど。まあ最初の頃はね、あの映像がねやっぱり新鮮だったですからね。うんそうですそうです。だからあのみんな見ましたしね。うんうんでもあまり多くなってくるとね。うんただ飽きちがでる。うんそうね。やっぱなんかうんまあ日本人だからかわかんないけどワビサビみたいのがね。ちょっとなんかあるとっていうのがまあ僕は思ってて。うんそう。 でも余ちゃんが言っておられたようにね昔からああいう映像をやってる方はやっぱり全然違いますよね。ビタッとやりますよねそういうことをね。安定してるんですよ。なるほど。経験が生きてくるんでしょうかね映像に求めるものがやっぱり要求がシビアなのかそうなんでしょうね。んだと思いますわ。 よく路面電車なんかもね、はい、ほぼ路面電車と一緒に走ってね<ー>路面電車はピタッと止まってるんですけども <laughs>、うん、こう流しりがうまく取れてるしねいや僕だと本当転びますよどっかでつまりよくね、うんあのー、転ばずにやってるなと思いますよね。ですよね。 だってその下下足元見てられないでしょ。それはやっぱり被写体見るでしょうね。もしくはまあモニター見るでしょうね。うんうん。だからいつ転んでも不思議じゃないですよ。そうそうそう。うん。まあでもあの宮下さんはもう本当その領域を目指してるんでね。あはい。今。えそうですね。うん。もうコツコツね。すごいですよ。いやいやいや。もうその熱はすごいですよ。ええそんうん。いやいや。 まあ僕もねあのそういうちょっとスキルはちょっと身につけたいなと思うんですけどね、うん、ただいかんせんやっぱりまあジンバルのその性能がある程度ねこうパワーとかそれがもうやっぱ決まってるから、うんうん、それ以上のパフォーマンスをも求めても,もうこれ改造するにもできないしね、うん、だもうこれをあの最大限に生かすと、うんうん、で次また新しいのが出るまでにまあこの H2 なりジャンクレーンで どこまでできるのかで自分がどんだけ成長するのかそうですねそうであとはもう機材とともにステップアップしていけゃいいのかなと思ってますわいや特にねあのーうん、街並みをね、うん、よっちゃんよく撮るじゃないですか、うん、はいはいはいねあの被写体ならねよっちゃんのスタイルが一番 ですよねあそこで走っちゃうとね走ってる風景が被写体になっちゃってるもんで被写体はどこでもいいが細い路地だったらどこでもいいになっちゃうんですけどもよっちゃんの映像はやっぱり京都は京都らしいとこを撮ってるもんでそこはねねよんの特色ですだからもう一番最後のねさびれた街のねあの 雰囲気なんかもね、すっごい出てるんですよね。あれをあのーはい、そのなんていうかモチーフっていうのはね、えー、あの今まで見たことないですよ。あ,ありがとうございます。なんかだから撮影スタイルがもうまとまってるこの美しさっていうのありますよね。あら、そうか。そうそうそうまとまってるから見てて、はい、あのー、そういう普通のまあ梅田が、はいうん いやなんでこんな美しいんだろうって思っちゃうんだよね。<laughs> なんか、うん、やっぱその人のカメラワークなりもう目線というか視点というかいろんなものがやっぱ出るんでしょうね。<ー>うん、そうだからもう本当宮下さんにもどんどんジンバル吸収してもらって宮下ズワールドをどんどん見せてほしいなと思うしね。はいうん、頑張ります、はい、うん、うん そうだからね,ねもう僕もね日頃ねま万次郎さんも同じなんですけども、はい、まあそういうなんですかね、えーまあ、こっちで言うとシンプル BGC っていうんですけどねその画面にらみながらちょっとでもよくできないかなとそんな別にトラブルはないんですけどちょっとでもなんかよりなんか現場でいき生きたようなね表現できないかなっていうね、うん、ことはまあちょこちょこ,こうやってますね。 まああの多分今の,、うん、あのジンバルの,その性能上ねすべ、はいえー、てをそのコントローラーでやるわけじゃないですから、うん、その調整をもってね、うんええ、さっきも言ったように角度だとかスピードだとかね、うんはい、スムースだとかその辺をあの自分の撮影の、うん、モチーフに合わせるようにするという、まあ、作業がどうしても必要なんですよね。うん、そううですね、うん、うん まあそれもその,そのうちにその手元のコントローラーでね全部できるようになるんだろうと思うんですけども、ええ、まあそれまではまだ12、うん、年かかっちゃうのかなという感じですよね確かにね、まあ、進化はかなり急速ではありますけどもね大体1年ごとにこうあの更新されていくような感じですかねそうですね、うん、1年に1回という感じで。そう まあでも、ね、今年2016年でだいぶ進歩したかなって思いますジンバルの業界がね、うん、エンコーダー化して、うんねまあ、クレーンだってもういきなりきゅっとこうホームポジションを向くでしょうん、うん、ああいうのってもうほら位置座標とかああいうのがもう分かってるあのエンコーダーならではなんですよねあ、はい、あそうなんですか、うん、あのロボットみたいな動きはエンコーダーダの動きですねあー、うん、ホームポジションにきゅっとこう戻るようなねう、はい、もう1年前とかではなかったですからそういうのが。 うんですよだからアマチュアの方はハイアマチュアの方は自分でエンコーダーを搭載させてねとかってことをやったんですけど一気にそれが加速的に広がってまあ市販品にねそうであの動きだけじゃなくてねいわゆるその電池の持ちがね飛躍的にこう伸びたと今まではねもう本当一1時間とかしか使えなかったような。私なんかあの 仕事から帰ってくると触ってるんですけども、一週間ぐらい持ってましたからね。本当に、充電でなくならないなくならないですよね。ただあのスマホにね、あの何何パーセントって出るんですよ。電池容量何パーセントって、なかなかそう九十八とか九十五とかで、ちょっとも減らないもんですから、これゼロまで行くのにどのぐらいかかるんかなと思って、充電しずンやってたわけですよ。はいはい。 ね、65%ぐらいでね、電源落ちてたんであのランプでランプがインジケーターになってて4回ずつ点滅するとフル充電に近いんですよね。それが3回になって2回になって最後はもうパパパパパッと点滅してるんですよ。ウルトラマンみたいなんですよ。ほんでバシッと切れます。 うん、にしても電池持ちますよね持ちます,ちますはい、うん、だからフル充電すればその1日あ 1> あの振,り振り回してても、はい、あのカメラの方の電池の方が、ねうん、そっちの方がもうあれです 1>, 1時間ぐらいしか持ちませんから、ねうん、と、まあ、あとスマホの充電ねそうかだから予備電池で1日全部の4つ使わないですよね全然ね そそそううう。ああでもだからもう予備電池なんか充電もしてないですよあ予備電池がついてるんですね買った時ついてるついてるそうそうえっとそのねえスティックというかそのなにグリップのところの中にちっちゃいああなるほど二本あううんん。あ二かけ二でじゃあ4本入ってるわけだ予備とねはい。あああうんの向こうの規格ですよねこっちにはない規格のそうですねなるほどうん ああそっかあのちょっとね入手するのがね難しいですよねう今はねアマゾンで売ってますよあ本当にすぐでもアマゾンで売ってるねレビュー見るとねあ変なやつもあります変なやつ長かったり短かったり太かったりねああそれはね ありますね。うん。僕もね、間違って買ったことがある。うん。よく保護回路付きのやつが、えっとね、ちょっと長くないです。うん。そう。保護回路ないやつは、あのぴったりききたいとかね。うん。そう。間違って買っちゃったことありますもん。僕も。あ、そうですか。はい。安全性とかもね、まあ、ちょっといろいろあるからね。うん。ちょっと選ぶときは、そこは慎重なった方がいいかもしれない。いや、だから、なんか、八時間以上、その充電するなって書いてありますので。はい。あの、あまり。 充電するとね、さほ、大回路がついてないの。ああ、かなと思ってね。はい、はい、はい。うん。あの、普通、私、あの、カメラの電池になってるな。うん。明日取りに行くぞって言うと、まあ、夜、パチッと充電してね。はい。朝起きたら。やってるんですけども。あんまり、ジンバルのやつはやらない方がいいかもしれないです。ああ。うん。やっぱり、日本製とね、外国製はね。その辺がね。安全性が違います。ええ、ちょっとね、違いますからね。うん。 なるほどね、まあ電池でね交換できるっていうのはねもうほんと便利になりましたよねパイロットフライのね H1 の時はうんあれですよあのリポバッテリーとかなあれがもう何て言うかなコネクターで接続されてて内部で,でそれを外してうんっていうのがすっごく大変だったんですよ。うん、そう グリップのところねネジ工具使って外してパカッと割ってそのコネクタを引っこ抜いて四角いね長方形のやつを抜いてまたコネクタつなぎ直してっていうねそれが大変でねああ工具もないですもんね工具も現場でねいちいちそんなやんないしもう大変だったんですよああそうそうですよねはジンバル 電動のジンバルっての、はい、いくつ買ったんですかえっとネビューは4000<初>でパイロットフライ H1 で H2 だから 3,、うん、3つ目ですね3つ目ですよねはいだからまあそのぐらいやってきてね <laughs>、うん、やっぱりその経験があの積み上がってるんですよねああうんですかねしかも最初の頃は動きもこうなかなか <laughs>、うん、あの思うように動かないわけでしょ、うん、まあでもね 思うようにというか自分がそういうメカメラワークのイメージがなかったですからとにかくあのフォローモードでただ何かを追っかける子供を追っかけるとか<ー>そういうことしかしてなかったですねそういう何ショットがあるショそういうショットで撮るとなんか効果的だとか、うん、そういうこと, <coughs> ことすら知らなかった普通なかなか分かんないですよね本当か、はい、<ー>かんんなかったですねうん でもその私も買ってみてね使ってみて初めてねあよっちゃやっぱり研究してるわと思いましたよね。やっと分かるんですよ。映像だけはね綺麗だから綺麗だなと思ってるんですけども感性だけで撮ってる自分だけじゃないできるかなと思ったらできないんか今は自分もジョイスティックの 技ですね。これが簡単そうに、よっちゃんをほら出してるけど、あれもね、難しい。ね、奥深いですね。ほんと。ジアンクレーンのジョイスティックってちょっと、あの、長すぎないですかね。もうちょっとスライド的に動いてくれるとね、あの、急に動かなくていいなと思うんですけど、まあ、その辺も調整で多分、そうそう。これ実は自分は最近調整であ、やっぱりそうですか。 いいなと思ったのがですね、うん、あのコントロールレートのところをあの四とか八とかそういう風うにもう最初から制限かけちゃうんですよ。あ<ー>そうするともう微調整なくこうある現場でバッて強くやっても早くなんないんですよ、うんあうん。やっぱりその辺ですよね。うんこっちの方が多分早いあのところであの指の指技使うよりも確実ですね。 指でね、ちょっと押すとゆっくりになって、ぶつ、うん、とつっと速くなる。あれはね、うん、なかなかね、撮影してるときコントロールできないですよね。<laughs> できないですよ、できないですよ。うんうん、もう、だ最初からもう、あの、セッティングもう決めて、うん、リ,リミットかけといた方が、うん。そうですね。だから自分のこう、撮影のスピードに合わせとけば、そうですね。大体こう、ピュッとね、そのときはこう、スライド、あの、パーそう、ね、そう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 。うん。 三つぐらいのなんか数字の感覚を持っておくといいかなと思いました。ああなるほどね。まあその場で変えられますからね。そうそうその場で本当できますもんね。私もだから何回もそういうのをねあのその場で変えながら一日中やってようかなと思ってるんですよ。そうですよね。ほお。それは何あのジョイスティックでは難しいってことですか？ なかなか調整しない限りねもうすぐに速いとこへピュッといっちゃうんですからね横ピュッ向いちゃうんですよああなるほどだから最大のマキシマムの要はジョイスティックを最大限倒した時のスピードっていうのをそうですねそれを自分のスピードに合わせとけばちょうどいいわけですよねいつやってもそれを現場でさっとできるのがいいですよね変えれるんですよね そうなんですよ。うん。というかね、もっと言うとね、うん。もっと言うとゆくゆくはそのスピードって結構重要だから、うんうんうん。特に旋回ショットするときに重要なんで、えっとそのスピードはあのグリップ側でも変えられるようにしてほしい。そうね。なんかあのゴリゴリダイヤルみたいなのがあって、そこでスピードがもうね、うん。まあ用ピッチロール全部でもいいですけども、うん。まあ十だったスピードが コロコロコロって回していくと5とか2とかって落ちていってそうなってほしいですねそうですねうんそれがあるとねものすごいね多分カメラワークもっとなんかこういろいろ試行錯誤できると思うんですようんって思いますうんそうですねうんそうスピードの変更はね本当にもういつも思いますありますもんねこれ本当にねすごい重要ですわ重要ですよねうん まあちょっと話は変わるんですけども、はい、あの前回のねあの一眼トークで EM−1 マーク2っていうのはやったじゃないですか。でもうジンバルいらなくなるんじゃないかみたいなね<ー>そんな話が、ねはい、展開されてましたけども、はい、あのジンバルってねすごい角度で動くじゃないですか。 あの角度をねロックモードだとかフォローモードっていうのをカメラの中でやるっていうのはもう無理でしょセンサーをあんな角度で動かせないですからねそうなんですよそうそうそうもうおっしゃる通りですようんはいはいだからジンバルの安定性とカメラの手ぶれ補正とは少し次元の 違う範囲なんですよね。そうジャンルが違います、ね。そう、ジャンルが違うんですよね。あくまでも、どっかに、こう、直線的な制限があって、そこをトレースしてるわけですよね。うん、そうですね。で、あの。まあ、ハンディカムだとか、こういう E. M. 1ン、マック2なんかは。すべ、うんはい、てフリーですから。うん、あの。やっぱり、その。 どっかをトレースするっぐこうキョロ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 いろんなとこ向けちゃいますんでもう人間のその手の方にすごく神経が集中すると思うんですよね。でジンバルっていうのはロックモードなんかはもまっすぐレンズ向いてるわけですよね。どういうふうにどういうふうにやってもあれはだからそういうあの。 <こ>うそういう概念がないですからね、うん。そこにその制限を加えてるから画像が安定するんですよね。なるほど。だ,うん、だかまあそのー m ンの m クツ2はまた違う使い方をするんだろうと思うんですけどね。ジンパールとく比べるっていうのはちょっと話が違うかなっていう気がしますでもやっぱミックスさせたいですね。 そうそうあれを乗っけたいそうですね。だからジンバルにあれを乗っけたいっていう人はたくさんいると思いますう。ん。いややっぱいいですよ。オリンパスは究極のスムースそうだと思いうん。いや本当そう思うそれは。そう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 。やっぱあのパナソニックであの走ると本当にうまくいくとオリンパスみたいになる時もあるんですよ。ええ。でもまあオリンパスはほぼ 安定的にスムーズになるんで、ええはい、やっぱすごいですよね。<ー>うん。まああともしジンバルなくしてやるんだったらストラップをもう貼った状態で首、はいうん、首,首から、うん、それでカメラの、うん、あのその手手でですね手でロックモードみたいなつもりでやれば、うん、まあ結構ジンバル風にはなりますね。風にはなるね。風にはなる。うん。うん で,でも自分でロックモードの手をしないとダメですよ、うん、ジンバルの代わり人間が、うんうん、そういうふうにすればあのそういう超広角レンズとかだったら、うん、確かに意外にあのジンバル風にはなる、うん、でもやっぱりジンバルとオリンパスのこうミックスはやっぱ最強かもしれないですね、うん、あのパナソニックと比べてですけどね、はい うん、そうそうそう,そうだ最近あのあのケン浅野さんがね、はい、6300と6500をね取りばら比べしてて、うん、はいんですよねそうなんですよ、うん、6500はね<ー>なんかいろんなやつ見たんですけどねもっと明快な、うん 痛快なこう差が出てほしかったんですけど、うん、今のところですけどねちょっとあんまり変わらないっていう報告の方が多くて多いですよね、うん、であのケアン浅野さんは α7s2、うん、の方がいいっていうんですよね、うんうん、なんかねそうやっておっしゃってますね、うんうん、そうなのか そうするとねちょっと6500に飛び込んでいけず困るんだけどな <laughs>、うん、いや困るんだけどな <laughs> そうだよね、うん、そうだって α7s2 も持ってますけど <laughs> 昼間ねあれでズーム使おうと思ったらめっちゃ重くなるからねあ<ー>、うん、あそう,そう困ったなどうしようかなって <laughs>、うんうん、思ってるんですけどね、うん、まあでも あの次から次へといいカメラが出ますのでねその1ステップだけだとね,ねやっぱり多少不満が残りますよね。うんまあ、あのー 二巡ぐらいしたところで買った方がねかなりグッとこう性能が上がってますから1個飛ばしか二言し2個飛ばしそう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 ,そう、うん、ぐらいがちょうどいいと思う満足感的、ね、ちょうどいいです、ね、あこんなにあの進歩したんだっていうね、うん、そうそうそう、うん、それはあると思ううんそうなんですよだからね万次郎さんも僕が見る限りカメラ選びはかなり慎重にあの買い物されてるなっていう感じがしますねうん、うん、まああのー 欲し,い欲しいっていう気持ちはどうしても起きるんですけどねまあ買うとね、ええ、意外ともうそういう気分なくなって今度なんか不満の方がこう出てきちゃうんでやっぱりもう少しこ,う、うん、ここまで来たかっていうものを買った方がねでいいかなっていうね。 そこはね買い物の仕方としてすごいなんか、まあ、本来あるべきまっとうな感じだなとうう思っててで逆にあのオールドレンズの方は結構まあ価格はまあ安いんでしょうけど結構、ボンボン買っていくイメージがあるんでね <laughs> いやもう40個になってますからね40個もあるんですか、うん、そっちの方はなんかあんまりあるですね見境がないんですね。<laughs> えーまあ、あのー <laughs> でもね、総額15万ぐらいですからね、そんなに安いものはね、そうそう、立派な最新のね、大口径のレンズを1本買うのと同じですから、すごい。だいたい平均2、3000円ですからね、2、3000円だと、ついつい手が出ちゃいますよね。40本買っても15万円ぐらいです。 ああそれだったら納得ですわ。うん。そっか。最後はねあのスワイスのねイーナテッサっていうのをね。はい。それはねドイツから仕入れたぶんちょっと高かったんですけどね。おお。うん。まあそれであの打ち止めしたんですよ。あそうですか。うん。もうそのその次にそのライカだとかなんだろうって言ったら一つが十万円超えちゃうもんで。ああ。そんなのままではとても。はい。うんそれよりも。うん。 あのね、やっぱり手筆のついたボディの方がいいかなって、ねうんうん。ってことは万丈さんはね今ジアンクレーンを手に入れてでまあちょっと動けるような、ね、映像が撮れるようになったと。うんうん、でやっぱ、まあ、例えばその微振動だったりとか、うん、そういうのが気になってくるようなね今まで三脚の時は気にならなかったようなものが見えてきたりとかするじゃないですか、うん、そうですね。 うん、あの辺とか気になってくるわけですかね。あの普通のね、うん、手ーブル補正のついたレンズを使えば出て気にならないんですよ。はい、ピラッと止りますからね。ただあのオールドレンズ使うとね、モロにあの振動を拾いますの。ああですか。うん。そうするとやっぱり IF ああボディが欲しいなとね。<laughs> うん。で、まあできればね。はい。 パで揃えたいなと思ってるんですよ。使い方が同じだもんでね。そうだね。メーカー変えるとね、メニューが全部変わるでしょ。迷っちゃうですよね。あパナの今、手ぶれ補正ってちょっとまだ貧弱なもんですから、競争してね、だんだん良くなってくると思いますのでね。GH5 待ちですか。GH5 も変わらない、GH6 は変わらない。だいぶ先ですよ、それ。 何年も後ですよ多分でもち10ビットにねこだわんなければ十分綺麗ですからね GH4 ねそうですねちょっと落ちていいですかあのお二人で話してくださいまた10ビット出ましたねそうですねあんま皆さん気にしてないという 万次郎さんも多分気にしてないんじゃないですかねだったらねほん GH4 の方がいいような気がしますよねうんですねうんいやでもね今の話聞いてるとねちょっと EM1 マーク2ちょっとなんかねやっぱ気になる存在ですねいわゆる α6500 っていうのがちょっといまいちっていうんですか僕はそう信じたくはないんだけど まあねでもやっぱ噂はそういう感じですよね。でさまあちょっと不安なのはまあんていうかなこうそのセンサーのね手ぶれ五軸手ぶれ補正の方式がもうソニーはもうそれでいくっつって多分それで言ってるわけだから次出てくるやつもはい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 よっぽどんかこう大きく変えない限り方式を変えない限りうん。 そんなに大きな効果っていうのは上がらないのかなと。うん。対してオリンパスはすごい効果を上げてるわけでしょうんいや本当にねオリンパスはすごいなってやっぱりねあのほら最近パナソニックの手ブレ5軸最新じゃないですかだってこれ。はいはいはい。それと EM5M2EM5M2 は本当にすごいっすよ。あのねハンカムとかって うん、扱ったことありますあの買ったことないですよあの人のちょっと持っててっていうぐらいあの店頭とかで、うん、電気屋とかでと,とかあと、うん、ほら撮影手伝うとかぐらいど,どうですかそういうのと比べてうーんとなんかハンディカムって確かに望遠のなんかすごいイメージはやっぱあるかもしれないですねでねなんか、うん、あれは、うん、そうですね うんどっちかっつうと微震動にやっぱ強いっていうところは、うんはい、まあ間違いなくあると思うんですよ。微震動に強いっていうね。うん。う,ん,う,ん,うん。まあそうですね。走り取りとかも、えー、本当にあのオリンパスだと微震動は上手い人がやると絶対出ない。うん。うん。<laughs> 自分もちゃんとやると綺麗にいくんでね、はい、パナソニックはもっとなんか技術を要求されるっていうかうんできなくはないけどパナソニックの方がちょっと難しい。ってうことあれかなイメージ的には手ブレの危機というのはうんソニーがまあちょっといま,い,まいちで,で次パナがでうん一番いいのがやっぱオリンパスみたいな感じですか段違いか,かもしれないもしかしたら本当にあ。 グループはあれですよね電子も合わせてやってるんじゃないですかね電子補正もねでもね電子もオフにできるでしょそうで電子をオフにしてもすごいんでしょとそうまずあのクロップ画角は変わないんですよね写真と当然ですよねしかも物理なのにあの本当すごい優秀 うん、そう補正幅がででかいんですよきっと、うんうん、ただ補正してるそのセンサー自体はすごく動いてる感じじゃないんだよね。動いてる感じじゃなくてあの、うん、そういう5軸がついてるのか分かんないぐらいのユニットなんですよ。それはあれでしょあの、うん、レンズ外した時に、うん、そういう風に見えてるだけであって実際には動いてるんでしょ撮ってる時は。 まあ動いてんでしょうね。でもパナソニックは思いっきりあれです揺れますよ。ああセンサーカタカタ鳴る。カタカタ鳴るみたいな。ああ音がするんですか。音しますね。カタカタ。そう、フルフルートだよ。ああ普通の撮影では支障ないでしょああでも普通の撮影でも。カタカタ。カタカタは言わないけど、なんかその手ブレ補正用の。お、なんか音みたいな出るらしい。 っていうか、出る、出るね。ああ、なるほど。オリンパスは無音。うん。うん。あ、そうですか。そう。そこはやっぱりね、作り込みが違うんでしょうね。いろんなこと配慮されてるんですよね。し、やっぱ真似するの時間かかるかもしれないね、俺。ああ、そっか。うん。うん。で、僕もちょっと欲しいんだけど、ちょっとなんせお高いんで、あの本体が。でも、私はレンズがもう今リーチで、もう、もうあれでしょボディ買うだけなんでしょまあ、そうなんですよ。 うん、そうまあだ,だからスニンピンはどうしてもその発売直後は高いから <laughs>、はい、それを GH5 が出たら狙うっていう考え方もありかなと思ってあ<ー>ちょっと20万超えはね、うん、21万20万21万とかはすんじゃないですかねあ<ー>だって今,今の EM5 はすごい、うん、いいんだもん。うんそ

ボディーの強力な手ぶれが一体化になって、うんうん、ミックスしてっていう、うん、そうそうそうそれはできないけど、えー、それができないレンズって多いんですかやっぱりそのシンクロっていうのがシンクロはね 2, 2つしかできないんですよそうなんだであでしょこう超広角のやつはいわゆる走り取り用のレンズはそれシンクロができないでしょ、うん、できないですうんできないけど <laughs> ボディーだけで、うんうん、いや もういいと思いますよあれだけあの本当やってくれればまあ今のところですねうんなるほどねそのぐらい出来がいいんでやっぱもうちょっと価格が穏やかになったらやっぱ 4K 取れるじゃないですかだからやっぱねオリンパスの手ぶれ補正は本当優秀ですわ本当にうんなるほど じりじりねあのくるね自分もほらパナソニックの G8 買ったから 4K 取れるからこっちに1本で絞ろうと思ってたけどやっぱまだね置いときたい宮下さんはね GH5 を買うんでしょ狙ってますよそう 花とオリンパスの両手使いになっちゃいます。そうなんですよ。ただね、オリンパスはね、その、あの写真もね、結構やりやすいんですよ。そう、それも考えると。まあ、存在価値があって。ちょっとね、えっと、宮下さんの声がでかくて、万寿さんの声がめっちゃちっちゃくなっちゃった。ちっちゃいですよね。そうですか。うん、ちょっと、片、片方は下がって、片方はこう近寄ってって感じでいいですか。ああ、え。うん。 マイクを近づけましたね。ちょっとねカメラの話になってしまったんでジンバルトークなんですいったんちょっと起動しよう。で一応ね今日サムネに私の H2 もちょっと乗っけてるんでパイロットフライの H2 も仲間に加えてくださいということで。 特に情報交換することはないんですけどもパイロットフライも結構真面目な会社で台湾のメーカーなんですけどねちっちゃい会社なんですけどね非常に意欲的に次 H3 というのが出たらねどんなになるのかなっていうね期待もありつつ今のこの H2 でもねかなりいろんな強度面とか操作性とか。 うん、まあまあだいぶ、あのーうん、かなりいいものが出来上がってるんじゃないかなっていうふうに思ってましてジンバルをね今後ちょっと手に入れたい人は、うん、今のところそ,それ以外にあそっかビーホルダーっていうのがあるねビーホルダーか、えー、パイロットフライかでジアンクレーン、うん、ジアンクレーンってあれ製品名ですよねジアンですよね

いろいろあるみたいだけどまあ皆さんよくお使いになってよく見るのが大体そのあたりじゃないですかねまああの一眼が乗るジンバルってことでね DJI のあれオズモとかああいうののぞいてねうんそうですね一眼で言うとまあそんなとこかなうんまあ浪人はなかなかほらうんまあちょっとちょっと上上になるからねンんか上になるんでうんまあ確かにねいっぺんあれで撮ってみたいいうのはありますようん もうちょっと幅広いね一般ユーザー向けのちょっとその3つでしょ浪人のね両手ハンドルんかパコって外れるんですよああでもの上の吊り下げのハンドルあるでしょあれだけにできるんですよねそうそうそうあれでちょっとうそうんうそ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 そう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  そうなんですよねもう,もうプロ機でしょだからもうあれこそねとは思うんですけどね、うん、まあ H2 も半端じゃないですけど H2 もすごいと思いますけどね僕いやいやすごいすごいですよ本当にあのパワーがやっぱすごい、うん、ねうんそれはい,いやだって十分ですよはっきり言って H2 のパワーあればうんただね調整沼が待ってるんでねいろいろ限界を追求しようと思うとね そそうそうだから本当、うん、調整できる人にとってはやっぱあれだけど、うん、僕みたいに調整が苦手な人は大変で大変ですねきっと、うん、でもなんか万次郎さんは意外と調整とか面倒くさがらずにやりそうな感じですよね今の話聞いてると。いやまあ,あの <laughs> できる範囲はね。うん <laughs> あ 正直俺も全然調整やってなかったんでね。なんかいしてそうですそうっていうか1か月はデフォルトでやろうとを決めてたんですけど、ねうんはい、余裕で1か月はずっとそれどころじゃないずっとデフォルトで使ってて、うんはい、そうそうエイジさんにちょっとツイッターで調整どうなんて言われたからちょっとやんないとと思って、うん、そうですよね。でねやったら、うんうん これいいなっていうとこに安心しましたあの柔らかくねできるっていうねさっき言ってたんかあのカタカナのやつよっちゃんが言ってた「イーズイン」そうん。うズイン。そう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 あこういうやつでいけるんだ。うんうん。うそうそうそそう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 うん。うそう ちょっともうちょっとレビューできるぐらい安定なものがあったら自分なりにちょっとレビューはした方がいいかなとは思ってるんでああなるほどうんまあちょっとねお家族がね寝なさいっていうことだもんでねああわかりましたじゃああの最後僕締めときますんではいどうもありがとうございました はいははいい大丈夫ですかはいうんなんかちょっとまとめに入りましょうかはいいろいろと多分ねご家族忙しいみたいでそうですねはいうんちょっとなんかあのせっかくだからちょっとあの宮下さんの「宮下ズワールド」をちょっとははいいぜひともええあトークしましょうかはいじゃあねあれですよあのそのジアンクレーンのセッティングのはい そのややつですねったらフォローモードでゆるいこういうカーブがねできるんでちょっとびっくりですよ。ゆるいカーブゆるいなんていうのそのイージーなんかよっちゃんがさっきカタカナのんか言ってたじゃないですかイージーアウトセッティングがね大体。 いいような気がしますね。ああなるほど。うん。でこれほら使ってる人はおそらく僕みたいに調整沼が嫌な人が使うジンバルだと思うんですよね。はいはいはい。うん。だからちょっと参考になるねあのものをアップしたいなとは思うで。ああそうなんですね。うん。うん。ああぜひともそれはちょっと参考にね。そうですよね。うん。そう。うん。 あとねその保持力をなんか上げるとかっていう、うん、上げないとかっていうのはど辺で、はい、調すするんですかね保持力なんですけどあれはね、うん、こう指ポンポンしても変わんないっすね。うん、あ本当んうに。こ、うん、<laughs> れこそやっぱ H2 のやっぱ最大のやっぱ売りですかね。うん間違いなく H2 ほどパワーはもうないですね。あ本当 うん H2 のパワーすごいからあれああそうかそうかうんまあねそこはあれかなやっぱりいいじれななようにはってるんだねそうですねなんかスムーズっていうのはあるんだけどねちょっとそれがいまいちパワーと直接いってないっていうかねあうん そう,かそうもしくはだからバージョンが今1.5んとかだから、うん、それが1.6とか7とかでやるようにするのかもしれないしちょっと謎ですけどね。モーターもそんなすごいちっちゃいわけじゃないからただ H2 ほどでかくはないですよ。あーははは、うんうん そっか、エイツね。うん。うん、ねうん、まあ、確かにね、エイツは、まあ、パワーはね、高い。っあるあるある。うん、高いですよ。うん、うん、だから、あれでしょう、デフォルトっていうか。え二、え、キロ。までた、うん、確か乗るんじゃなかったですか、ね。ああ、でもね、そんだけ乗せるとね。もう、どうせフロントヘビーになっちゃうから。うん、バランスがもう、多分。 バランス的に難しいと思います。あの搭載のあ,<ー>あの力的には大丈夫でもね。そうですよね。うん、まあだぶね実質上もう限界のカメラの重さまで乗るでしょ。そうですね。うん、2>, 2キロだったらね。ねうん、まああの 5D なんちゃらとかあの辺はもう全然乗るしね。そう,そ,うそう。うん。その辺のやっぱパワージンバルとしてやっぱあれですね。クレーンはむ、うん、まあ無理でしょうね。ああ<ー>。うん。

パワー的なものは、うん、まあ諦めて H2 とか、うんうん、そういうのは全然ありだと思いますよ。あサブっていうかそのパワーにいかなかったらこれで十分取れるけど、はい、<laughs> すげえやっぱ走り取りでガンガンいく人には H2 の方が多分いいとは思いますけどね。はい、あそうか最近ほらね よりもこの事案が騒がれてるけどよっちゃん使ってるからちょっとごまするといやほんとでもやっぱあのパワーは本当にいや貴重だと思いますよ。まあねちょっとそこそこね頭体大きいけどねまあしょうがないですよねやっぱパワーパワー系のやっぱジンバルなんですよねそうね。 うん、う。ん、そそか、そ<う>まあねジンバルの成長にもなんか、ん当目目を見張るもんがあって、うん、うん、まあねさっき話したようなまあいろんなこう機能追加、うん、うん、まあちょっとそういうのもこう H3 にはまた期待したいですし。うん、うん、まあやるでしょ。 やるでしょ。うん、パイロットフライはやるでしょ。うん。と、うん、いうかいつも僕はなんかあのタメーかーのいいとこ見つけるとすぐこう言うんですよ。うん、要望を投げるんですよ。<ー>これちょっと次のやつに乗っけてくれみたいな。うんうん、そうそういうのなんかこうねちゃんとあのー、ね反映させてくれると嬉しいですね。うん。っていうかなんかエイチっていうかパイロットフライ自体が結構なんていうのイケイケな商品いつも出すじゃないですか。うん、そのなんだネジの。うん いらないものとか、うん、すごくねあの真面目に制作されてるなっていうのはね。その社長自体が、うんえー、子供を、まあ、自分は子供をまあをう綺麗に撮る可愛く撮るというのをすごくそれでもうやってるようなもんだということを言ってるんですよ。ああああなるほど、うん そういったところからこの授業が始まってるみたいなねあそうなんだすごいですよよく知ってますよやっぱりシンプル BGC のね挑戦もこの間遠隔操作やってもらったけどね早い早いもうそのオペレーションが現物そこにないのにさえつそこにないのになんかもうパパパパパってやるんですよでどこが悪いかってすぐ見っけてあそう もうそういうのすぐやるんですよすごいあれはでもやっぱ情熱はあ持ってやってますよね情熱は持ってると思いますでもね逆に商売は減ったかもしれないねああそうかもしれないね例えばアマゾンで売ってないとかでもね今ね売ってるはずなんだよねえ嘘そうそうそう見た見た本当にうんアマゾンでもあの うる、あ、売ってくれるようになったんだと思って。へえ<ー>。そうそう、ちょっと見たことありますよ。もしくは代理店が直接なのかわかんないけど。ええー。あの、パイロットフライ出てた。あ、本当。うん。うん、あ、本当だ。なんか、ありそうですね。ありそうでしょう。そう、あ、やっぱやるようになったんだと思って。あ、本当だ。あるじゃん。そうでしょそう、高いけど。うん、残り一点とか書いてある。ああ、本当だ。うん。 だからこれあれでしょうね代理店かなんかなんでしょうかねでもアマゾン通すとやっぱいろいろ高くなるんですよねう違うかなうんまあそれはなんか企業の考え方でしょうねうん,うんそうかああそう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 か。じゃあそういう方向にも一応そ、ねはい、うそ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 うううんうんうそ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 うううううう まあでもねあれですよねここの本当社長の熱意は業界的にでかいと思いますよ。うん。だって毎年だってあれでしょ春ぐらいに出すでしょ H1H2 ってどうなんだろうね1年か1年半か、うんうん、ですかねまあ1と2の、うんうん、2> インターバルは短かったような気がするんだけどああ<ー>、うん、そう3はまあまだちょっと先かもしれないね。 あうん、まだね全然特にそのなんか構想ってあんま,ままとまってないみたいなこと言ってたからだからなんだろう3が春ぐらいに出るだろうって思って待ってるぐらいだったらあ<ー>まあ今まだ全然 H2 買っていいと思いますよああなるほどねまあ僕の勝手ない予想だけどねうん,うん、うんうん、そうだからまあちょっと高いけどうん、うん、高いけどまあそれなりのものがあるんでやっぱりそういった方は H2 買われるとか そうだねパワーは間違いなくやっぱお高いモーターとか部品が高いと思うんだよねおそらくああですよねうんパワーはもう絶対無理もう本当に無理 H2 っていうか H2 は本当パワーすごいと思います俺いや本当これお世辞抜きに自分もほらちょっとこうシンプル BGC 嫌で売ったけど あの使ってたけどこれと比べてもパワーがすごいであとほら直接英二さんのも触らせてもらったんですよポンポンポンって同じぐらいじゃないかなそのぐらいははっきりできるんですかなりパワー強いですよこれいや強いでしょじゃあもう僕のやつあの譲りましょうかあ本当ですかはい うん僕はあの何だろう自分で調整できるから新しいやつポンって買ってもああそう僕なんてこれ別にあのねえっといろいろとこうあの何ですかもう最適化してもらってるしっていうか最適化自分でしてるしはははいいいもしよければねあっほんとっすかそううんあのあれですわ 値段はオリンパス E M 1マークツの価格で売りますわ。いいですね。E M 1マークツの価格で売ります。うん。ねいいいいですね。はい。いやでもあれですよ。あのこの保持力。うん。いやそうそう。保持力に魅力を感じるんだったら。うん。いやもうぜひおすすめですわ。あいや本当 H でしょうやっぱ保持力パワーといえばって感じはありますよねうんそうですねまあそこはクレーンは、まあ、しょうがないよねもうそこそこばっかりはね、うん、ああでもあれだね、あのー、H2 使うんだったら左右反転しなくちゃいけないですねああ<ー>アームのねはいはいインバートモードでしょ いやインバウトモードじゃなくてあのほらあのバリアングル液晶を開くからああはいはいはい、うん、パナもどっちもそうですよねそうですね、うん、これ、うん、っていうかねうん、うん、あのー、まあ僕はそんなにね実際の映像では,、うん、はしそんなには走らないじゃないですかまあたまに走ったりするけどあそんなに走らないんでそんなに入れてこないですよね、うん、入れてこないんで余計にね あの宮下さんに走ってほしいっていうのがあって、で僕のこのチューニングした H2 に、まあソニーのカメラじゃなくて、その宮下さんお持ちの EM5 Mark II、これに7.14をつけて、でブワーっと全力ダッシュしたら、いや僕かなりいいとこ行くんじゃないかなって思ってるんですよ。なるほどなるほどあはい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 。 一ンちょっとやってみてもらいたいなと。なるほどですね。思うんですよね。例えばね。うん,うん。えっと、もう一日で返すから。うん,う,んうん。一日で返すから。え七、ー、から十四。うん。そして、オリンパス、えーうん、E. M. ファイマーク2これを僕のとこ、送ってください。うん。そしたら、僕が一晩で。はい。あの、ちゃんとその、何。 変な要はバランスとかセッティング合ってるのかどうか多分いけると思うんですけど確認してでもアームのあれはちょっとすぐには難しいからとりあえずもう液晶は折りたたんだ状態でそれで反転持ちでもうすぐ翌日送り返すから H2 と一緒に送り返すからそれでバーッと走ってもらうそしたらひょっとしたらすごいので。 取るかもしれないね。いやそんな感じはやっぱありますわね。それねすごい興味ある。僕の H2 でオリンパスのあれで走ったらどうなるのかっていうのはね。いや俺も興味ありますね。一辺ちょっともし興味あれば、やってみてもらいたいですね。そうですね。まあでも本当っちゃんがあれだったオリンパスちょっと一週間とか二週間ぐらいでも いいであの使うだけだって別に。っていうかねあの走りたいのは基本的に宮下さんと思うんですよ。ああまあそうですね走りショットも好きですね。んていうかな僕が冷静に走ってああやっぱすごいねっていうよりも宮下さんが。 H2 で走ってもらってで映像見てもらっておやっちゃんすごいよっていうのをねその声その感動をちょっと聞いてみたいですねはいはいそこに興味があるんでもしちょっと機会があったらそうやってみてもらいたいですねそうですねそれも確かにいいですねうんそうまあ多分あのオリンパスの 手ぶれだったらかなりいいとこ行くだろうっていうのがあるから、うん行くと思うんだよね。そうだな、行くと思うわ。うん行く行くと思うね。うん。望遠ジンバル。うん。うん。広角の走り鳥。うん。標準ズームのスライダー。うん。うん。まあより安定するでしょうね。 そうそうそう全然ブレないんだったらちょっとずつ設定を弱くしていくこともできるああ無駄にテンション与えずにねうんそうですよねうんそうそこちょっと気になるなどんなもんなのかっていうのうんソニーがな五軸手ぶれのそのメカをね今後 オリンパスとかそういうライバルをね意識してもっとなんかじゃあちょっと本腰入れてって考えてくれるとかっていうのがあればね望みはあるんですけどもセンサーについてはねどうしようもないぐらいにもやっぱすごい差がつくぐらいにソニーはいいんだけどやっぱねうまいことできてて各社によって一長一短あるんだよね。 うん、ある,あるうん,うんそうね<え>うんでもあれだねやっぱりあの,ー、あの今、はい、やっぱオリンパス騒がれてるだけのやっぱ魅力はあるねうんなんですかね、うん、もう全然僕触ったことがないからわかんないけどいい <laughs> じりじりくんだよねこの手ぶれ補正の強さのなんか恩恵ああ<ー>うーん ねえやっぱまあそういうの求めてるんですかねみんな。っていうかね、うん、あの写真で言うと、はい、絶対綺麗に撮れるんですよ。ああ押しただけで。ああほん、うん、あそっかだから結果的にアウトプットがやっぱりいいものはう、うんうん、やっぱ浸透していくんですかね。うん、あいいのが撮れたっていうね、うん、でリピーターがこうああまたこのカメラで撮ろうっていうね。うんうん なんかブレたとか何かってあるとマイナスイメージがあるとうんやっぱり高いカメラ買ってもなかなかうまく撮れんなーとかっつって終わるんだけどねうん、うん、うだからこのやっぱその手ブレ補正のユニットの考え方は正しいと思うんでああうんあ本当、うん、それはもう多分映像でもそうなんでしょうねきっとねそうなんですへ、うん、えー、見返してもやっぱりう,うん うん綺麗な映像になってんだよねこれそうなんだ、うん、でこれがほら 4K でしょ、うんうん、これすごいいいんか正常進化だと思いますようん、うん、ちょっとお値段がなもうちょっとねっと頑張ってみたらもうさ,もさ5マーク2はさ <laughs>、うん、2> もう大体楽しんだでしょ うんまあすごいなにあれ中古で売ったらいくらぐらい売れるんですか安いでしょあれもううんあ本当多分うんそうだからまあだってあんまりその五軸自体は手ぶれ自体はそんな大きな差は多分ないんですああ当にでも 4K 取れるっていうのがさうんそんうねうん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 まあでもだから

半年後に落ち着か、落ち着いた値段になって。うん、うん、それは、それもありだなとはね、うんうん。思いますね。すね <laughs> うん、本当にね、カメラを悩みますよね。ね、本当ですよね。うん、本当に悩む。うん、そっか。悩ましいけど、まあ、必ずしも。 絶対今のやつがダメでもうどうしてもこれが必要だっていうわけでもないからやっぱりまあ贅沢品なんですよね所詮そうなんですよねうんそうだからまあある程度のマイナスな部分はもう付き合っていくっていうのがねそうそうそのやっぱりね寛大な態度と歩み寄りがねやっぱりまあそこはまあ愛情というか そこがまあ楽しいところにもつながるからねうんそこはあるねうんまあパーフェクトなものをねうんでまあ多分金を出しても今落ちてないしそうだね業務機でパーフェクトなその性能のやつあるよだけどそんなでかくて何もそんなできないとかね持ち運べないとかねそうそう結局重いとかでしょ結局全部金揃えたもんってないからないよね 運用していくしかないわけだからね例えば 4K のロード動画のブラックマジックとかだったらまあオートフォーカスがないとかねオートフォーカスがあそっかそっかきついきついよね本当オートフォーカスないまあねプロだったらもうそれでね全然やるんだろうけどやっぱプロ機ならではうねそうか ねえほんとあのカメラの話題になると本当もう悩む、ね、うん悩む、うんうん、もう明快にこれって出ないけど <laughs> 悩む、うん、そう、うん、出ないねうんもう俺はもうソ,ソニーで当、うんうん、分行こう、うん、いやでもそれがいいですよやっぱ E マウントのレンズがあるから結局マウント縛りには逆らない方がいいですよかね、うん、なんとかなるんだから そうですよねなんとかねだからでもねオリンパスのあのユニットをみんな <laughs>、うん、いや入れてほしいっていうのはあるけどね <laughs> やっぱジンバルやる人にとっておそらくそうですよ <laughs>、うん、あでもあのユニットをフルサイズとか APS に入れたらもっとでかくなるでしょうねボディーが。 うんまだねあの北に収まってるもののうんまあそうだよねだってフルサイズだったら半分ぐらいでかくなんでしょうんそう考えるとねまあでもねオリンパスはボディもすごいちっちゃいんだよねああですよね多分驚きますようんだよねそうそこもでもね好きうんあのちっちゃいサイズでさささってやれるんだようんですよね もう苦しいですねうんまあでもよっちゃんはやっぱりソニーのほらあのあれ接点で全部やってるんでソニーはいいですよソニーはいいですねうんいいですよだって夜強いんだもんだって本当にうんうんそうねだからねやっぱまあいいところを見るとねああやっぱりソニーは捨てられないって思うんですよそうううななるるで結局どかいと 全部求めようと思うとこっちのカメラも、うん、あっちのカメラもって全部こう各社のマウントを集めることになってしまうんですよね。で集めた挙句その数種類のカメラを使いこなせるのかってシーンによってねいやそう,ですいやもうなかなか使いこなせないですよそんなん <laughs> せいぜい2台でしょ。うん 夜はねソニーでねってでもうんか手れひどい時とかはさ「オリンパ戦ね」とかってさその状況をさ「今から出かけます」とかっつう時に分かんないでしょうめんどくさいめんどくさいそれそういちいち選ぶのがねそう洋服じゃうまいし重いしねまだ洋服ぐらい軽かったらまだいいけどさ重いんだからさそれでずっと歩いてるわけでしょじゃあこのボディ切り替えてとかなかなかねうん そういう人いるのやなかなか物理的な問題でで苦しいすまあだから事前にね今日はこのボディー持ってくとかって決めるわけだけどそれにしてもさ決めらんないよね。そそうう決めらんないしでまあ無理やり決めてもいいんだよだけどいざさ大切なんか旅行とかここではいろいろ取っていきたいという時は多分ね何台か持っていくと思うんですよ。 そうなるとね<う>もう結局なんか迷いばっかりが生じて大変だと思うねしかも <laughs> マウント違いだったらその分レンズも持っていくわけでしょああそうねうんいやや苦しいっすよね、うん、だやっぱマウントは1個でしょ、うん、せいぜい確率的にうんいや やっぱ自分もソニーちょっと手出したけどやっぱマウントの問題で我慢しましたもん結構明らかにねの綺麗だなって映像撮れましたけどねですねすごいやっぱ α6300 で自分は PP6 が好きでしたね6のノイズの少なさあれはすごいうん まあでもね、うん、そんなこと言ったってレンズだって持っていけるわけじゃないしねドラえもんがいるわけじゃないからね,、うん、そ,うねそこ諦めて、うん、もうやるしかないと、うん、う間違いなくそうでしょうん、そうかもしれないはあそうかでもやっぱあれうん、うん、よっちゃんもす気になるやっぱオリンパスはうんアルファ6500に結構期待してたから ああ、うん、いや今でも別に期待したいんだけどはいはい,はい、はい、なんか今のさっきの話聞いたらそんなにあれなんかなって考えるとうん,うんなんか確かにアルファ六千五百の、うん、あの <coughs> そのボディ内手ぶれ補正のなんかオーラみたいのはなんかそんなに出てる感じじゃないかもしれない今のところね報告としてはねうんそんなにあやっぱ違うんだなっていうものは、うん 来てないから。うん。絶対あれで出てくるじゃないですか。比較動画みたいな出てくるでしょう。ん、いや、あのね、なんかあってね、それがね。ちょっと、まあ、見させてもらったんだけど。はいはいはい。うん。まあ、まあ、変わんないんだよね、あんまりね。うん。やっぱあれだね、万次郎さんが言うように、ちょっと間あげた。時が買い時みたいなのは。なのかな。うん、どうなんかな。やっぱそうなんかな。 買ってから困っちゃうっていうの嫌じゃないですかやっぱりねああこのぐらいだったらなーとかねこのぐらいだったら別に前のやつで良かったんじゃないのみたいな絶対そうそうでまた売るといやそれでまた買っちゃうとかね始まるわけでしょそうこんだけ迷ってるってことはやっぱり手出さない方がいいのかもしれないね抑制心がまあ働いてくれたんで今回はねねえほんとそうですよねうん まあ,それもまあでもさよっちゃんほら手ぶれで悩まないでしょでも α6300 で現実そうだねまああのー、OSS 付きのレンズ使ってるから、うん、で H2 のジンバル使ってるでしょもうスタイルが完成してるもんねうん そうね、だからたまにねジンバルの調子が悪い時とかこの間みたいにさ<ー>もうビンビンってもなんかすっごいテンション張った時とかねああいう時はねちょっと、ね、やっぱ微振動するんだけど、うん、そうじゃない時は別に全然普通に使えるんですようん、うん、すもう調子いい時はもう全然問題ないですよだからそれでいけばね、うん、いらないのかなうん,うんまあ多分ね 4K30P が取れたら ああそういうの関係なしに買ってたかもしれないね。ああ。万出してでもほら今オプティカルフローでいゲドイゲるんじゃないかっていうところ。そうね。うん。ある程度ね。まあ万能ではないということも同時に気づいたけど。うん。でで俺もそれ早速マネさせてもらったらやっぱいい。いいでしょ。えそれは何？えプレミアじゃなくてブラックマジックであるんですか？ブラックマジックのダビンチで。ダビンチの中のインスペクターの中で。うん。 いくつかそういう項目がある中でオプティカルフローっていうのがあるんだそうでやってみたんだでスローを憧れのスローをやってみたらバッチリへえだから早速ね万次郎さんの技を自分もちょっと使わさせてもらおうかなと思うん。そうかフル HD で撮ってるから今宮下さんは 60p をを 120ピンみたいな120ピンするというよりも60ピーを 24fps ぐらいのスローにして2倍ちょっとのスローにしてそれをもうちょっとだからスローにできるのかな。まあなんていうの映像がもう確実にスローになってるなっていうのが。 できあの 30p とかでも大丈夫だったから早速ね真似したらねできたんでやっぱさすがだねやっぱりそっちの編集沼の方も激しくよっちゃんは言ってるだけあってえそういやそうでしょだってオプティカルフローその自分のカメラのリカバリのために使おうっていう。 発想ととか意外とみんなやんななやいんじゃなないいのかないやそんなことはないんだけどやる、うん、映像知ってる人はや,やるでしょうけど、うん、でもね、うん、まあそうだねそれ使わざるを得ない時がたまにある、うん、カメラワークのそのやり方によっちゃね、うんうん、パラパラパラってなると嫌じゃないですか,うん、うん、かそのシーンによっちゃね<う>、うん、あれだから頼もしいですね本当あれはねそうだね一部のシーンではちょっと使えない時があるんだけどそういうのがなければ あの全然全然自然、うん、なこと,か、ね、と考えると α6300、うん、でもまあ1個でもしかしたら <laughs> <laughs> いけるかもしれない,いまあそう言われてみたらそうかもしれないねあ<ー>、うん、ただ、うん、なんだろうな何がじゃああれなんだろうねなんかね α 7 s 2みたいなああいういいカメラを<ー>夜しか使ってないっていうのがちょっとなんかもったいなく感じてきてそうだよね、うん、だって いいカメラじゃんだってでさ売るとさあれ安くなっちゃったから安くなっちゃった上にまたそれを売るとさそれもそれでなんかもったいないんだよねうんそうででもカメラは最終的にあれじゃん売るわけでしょみんな常にいやそんなことないんじゃないずっと使うお金持ちの人はね ああ、そうそうお金持ちな人はさどんどんこう増えてっけどそう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 それできるけど一般的なまあ消費したら消費しきることないけどまあでも次のが出たらうんそうでしょういつかは売るんだろうねうんう考えるとまだ高くうちに売ることも手かもよでそれ何オリンパスに変えるんですかいいいやややあののオリンパスじゃなくて、そほら。 あのアルファ6 7 0 0とか800の、うんうん、あのこのあそっちに化けるんですかそう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 いや絶対やるよだっていやでもね、うん、アルファ六千いや α7S3 とか2とか分かんないけど、うん、あアルフ α7R2 とか3ねあ、うんまあ、要は3ですよ<ー>その第三世代がどれぐらい進化してんのかっていう。 そこまででもですよ進化したとしてもプライス上げてみたら絶対40超えでしょそうだねそうそれじゃあさ苦しいじゃん苦しいうんねちょっと本体で40万以上するんだからさエスカレートしすぎだよねもうちょっと何とかさまあ確かにね他でできない機能があるんではい うん、まあ必要な人は絶対いるから、うん、まあそれでもいいやって、うん、絶対あるでしょうね。うん、そうね。でもね <laughs> 高いよね。<laughs> なんかさどんどんジンバルの話戻してもまたカメラの話に聞いてまたカメラの話にいてそうだねそれはそれで面白いんだけどさほら昨日だっけカメラの話したちょっと余韻がまだ消えてないっていうか逆に言うとなんかそれがこうなんかこうバッと出始めてるというかそこがちょっとあるんだけどまあ ンジまあでもね結局ね僕もいろいろ演技したけどこの間はね「ジンバル歩き」の「ジンバル歩き」でそこに乗っけるカメラどうするよみたいなねそういうところでいろいろとこう多分あっちゃこっちゃ見てると思うんでまあそんな中でオリンパスみたいなのがあい出てきたと。 でまあソニーはね片やちょっとこうボディえ手ブれ補正がちょっといまいちな部分があってうん、うん、期待ほどはねっていうのがあってうん、うん、どうしようかなっていうのはあったけどだけどねやっぱ結論ね今はあんまりこう、うん、騒がない方がいいかなとうん,うん、うん、確かにね他社のやつはいろいろ魅力ですようん、うん、でもまあその分そ,う、ね、その分ね例えばオリンパス

今日も長くななっっちゃた途中でね、えー、今日はちょっと万次郎さんね退席されましたけどもジンバルをね囲んで、えーまあ、皆さんでアンクレーンのね特に、まあ、最初入門ということでねいろんなこうインプレッションの話、うんうん、を、あのー、聞かせていただきました。うん、でやっぱり、まあ、思ったのは、えーまあえー、万次郎さんの,その方向性 まあやっぱ同じジンバルでもね同じクレーンジアンクレーンでも人によってやっぱ使い方がさまざまで個性が出るだからやっぱり面白いんだなというのをすごい感じましたね。感じましたねそうでまあ宮下さんはね宮下さんはやっぱりそれなりにう尖ったもう本当ジンバラみたいな感じのねジンバラの鏡みたいな直線定規じゃないけどさ。 熱血派なんでね、うん、そうそうそう、それはそれで、うん、そう、それはね、あのすごくもう本当面白いと思って、はい、まあそれも個性とね、そうそうそう個性個性、うん、見ていただけると、うん、助かります、うん、そう思います、うん、でまあ今回ね、あの新しいそういう作例アップされたんで、うん、まあそこもまたね、えぜひちょっとあのまあ見ていただきたいなと思ってます、はい、はい。 はいということでまあ後半ねちょっと宮下さんの冊子になりましたけどもはいまああのマジオさんにもねまたこう出ていただいてそうですねその後の勉強になりましたうんその後のっていうところまた聞かせていただきましょうかねうんそうですねはいはいということで今日はねいろいろジンバルの話をさせていただきましたはい今日じゃあの宮下さんありがとうございましたありがとうございますはいまたよろしくお願いしますはいまたよろしくお願いしますはいおやすみなさーいいおやすみなさーい。